花組隊長の任、喜んでお引き受けします。私の夢だったから。味噌汁で顔洗って出直してきやがれ。忍者は絶対にいるんだ。アザミが忍者なんだから。どんなに暗い闇夜でも星はある。いつかは私もこんな素敵な物語を書きたいな。舞台の本番に向け稽古に明け暮れる花組。私の歌を聴いて夏を彩る妖精のこの歌を。彼女たちに秘められたもう一つの姿。花組、出撃せよ。了解、全員で頑張りましょう。帝国歌劇団参上。帝都の平和を守る帝国歌劇団。上層部からの通達があったわ。解散って、お前らが弱いからだろ。解散の危機。歌劇団対戦で優勝すればいいんです。帝国歌劇団に勝ち目はあるのか。いよいよ試合開始です。次々に現れるライバルたち。俺の炎で光り輝け。早く逃げた方がいいね。純粋に強い誰かと戦いたいだけ。歌劇団対戦熱くなってきた。無用だ、3秒で片付ける。その程度だということは分かってたから。歌劇団対戦の裏でうごめく高魔の脅威。歌劇団というシステムに限界が来ているのだ。一人で行くつもりじゃないだろうな。その不利を覆すために。壊れてから気づいても遅いんやで。復讐のために帝都を襲う。魔限空間展開。そこでおとなしく見ていなさい。熱き思いを胸に秘め、帝国歌劇団花組、出撃せよ。世界の命運をかけた戦いが今始まる。絶対絶対絶対諦めない。何度でも立ち上がってやる。蒼天に咲く花よ、敵を撃て。新桜大戦。2019年12月12日発売。初回限定版は歴代歌謡集、歴代美術集同梱。初回特典はメインビジュアル&主題歌プレイステーション4用テーマ。